先日、役所へ用があり、自動車で向かった。駐車場にバックで駐車して、エンジン切った後、助手席に置いたカバンの中をゴソゴソしていたら、突然外でクラクション。はっと顔を上げると、自分の真向かいに、車の正面同士を向かい合わせるように止まっていた軽乗用車が、ゆっくりと目の前に近づいてきていた。運転手と助手席にいる人は、後部座席を覗き込んでいて、全く前を見ていない。慌てて、自分もクラクションを鳴らしたんだけど、間に合わず、そのままごっつん。それで気づいたらしく、ぶつかってきた車のドライバーのじいさんと、助手席のばあさんが前に向き直り、じいさんが、はぁ?という顔をした後、車から降りてきた。何してくれてんだ?と思いながら、自分も車を降りたら、何ぶつかってきてるんだ?と言い出すドライバーのじいさん。ぶつかってきたのはあなたの方ですが。と言っても、俺じゃない。ぶつかってきたのはお前だ。と話にならない。自分の車は、駐車場の枠内に収まって止まってて、そこに、正面からぶつかってきてるんだから、どっちが原因なのかは、火を見るよりも明らかなのに。そしたら、近くの車から窓を開けて、こちらを覗いていた女性、おばちゃんが降りてきて。私見てましたけど、軽乗用車の方がゆっくり近づいてぶつかりましたよ。危ないと思ってクラクション鳴らしたんですが。と言ってくれた。ここで、最初のクラクションの主が、この女性だと気づいた。が、それでもじいさんは、ぶつかってきたのはお前、と。俺の車は、ちゃんと枠内に止まってるんですが。と言ったら、ぶつけた後にバックしたからだ、と。とりあえず警察を呼ばれた方が。と女性に促され、警察に電話。駆けつけた警官にも、上記のように、ぶつかってきたのはあいつ。と言っていたけど、女性に目撃証言をしていただき、さらに、実は設置してたドライブレコーダーの映像記録を見せて、女性の証言と映像が一致してるのを確認してもらい、じいさんの理論は終了。過去に2ちゃんで、事故してもドライブレコーダーがあるということは、最後まで言わない方がいいと見たことがあったので、わざと伏せてた。警官に、互いの連絡先の交換をしろと言われても、あいつが悪いのに、連絡先を教えたくない。とごねていたけど、警官に、どう考えてもあんたが悪いの。と叱られてる間に、ばあさんと連絡先を交換。事故の当日の夜、老夫婦の息子だと名乗る人から電話があって、大変申し訳ないことをした。謝罪したい。と電話があった。あのじいさんの息子だと考えると、家に来られるのはためらわれたので、第三者の目がある、別の場所を指定してあったら、本当に、あのじいさんの息子か?というくらい、ちゃんとした人だった。結局、家でも、俺は悪くない。はめられた。という論を振りかざしていて、息子さんが、謝罪しに行くぞ。と言っても、頑として行こうとしなかったので、代わりに謝罪に来たらしい。例の軽乗用車は、息子さんの名義の車、保険だったそうで、こちらの責任なので、ちゃんと、車の修理をいたします。と言われた。必ず、父にも、後日謝罪に来させる。とも言われたけど、ちゃんと車を直してくれるなら、それはいいです。とお断りした。証拠が揃ってるというのに、最後まで、自分の非を頑なに認めなかったじいさんにすれたい。ばあさんがほぼ空気ですが、ばあさんが何か言おうとするたびに、黙ってろ。とじいさんが牽制していたから、本気で自分は悪くないと思っていたわけではなく、おそらく自分が悪いと分かった上で、ごねていたんだと思う。なので、余計にすれたい。ちなみに、証言してくださった女性には、ちゃんと、後日、改めてお礼をさせてもらいました。